はい、皆さんこんにちは。モホリコことパピネンです。今日は2018年9月のブルームの中身のご紹介です。今月は届いたとこからもうこんな感じでずっしりと重量感ありました。そんな中身の方はですね、普通に使えるスキンケアが多いなと、そういう意味では良かったです。では、そんな今月の中身ですね、いつものようにサクサク参ります。まずはこれからいきましょう。これがですね、ミオクリーム洗顔料 120g 500円のこれ原品です。でこれがですね、パケのここにクラシエとあります。なのでクラシエの普通のこれ洗顔料ですね。なのでお値段もリーズナブルだったと思います。そんなこの成分、非常にこれシンプルでした。ここに無添加と記載されているのが個人的になるほどなと思いました。で、成分ですね、ここちょっと言いますと、水、グリセリン、ミリシチン酸、ティアリン酸をですね、洗浄成分であるその水酸化系に入れて作ったみたいな。でついでにちょっと洗浄成分のその補助のもんとか、あと酒粕エキスとかそういうもん入れて作ったみたいな、そんな洗顔料と思います。リーズナブル価格でこの成分なので、ご家族みんなで使える、そんなアイテムかと思います。そして次がですね、これいきましょう。これがですね、ジュレームファンタジストコンセントレートミスト 250ml 1200円の商品の、これが 80ml 分です。ここですね、 80ml 分で、これが手軽にシュッとするだけでふんわりツルツルにまとまるヘアミストとありました。でちょっと成分見てみたんですが、成分がねここにあります。でこれね、スタイリング剤が一番上ですね。やっぱこういうとこがさすが高性だなと思いました。変なものもあまり入っていない、印象です。まあヘアケア商品なんでね、ベタベタ使うわけでもないし、そんな気にすることもない思います。それに香水ってとこが、逆に使ってみたいですね。はい、そして次がこれいきましょうか。これがニベアリッチケア&カラーリップボルドーということで、これお値段わからなくてちょっと調べてみました。こんなんですね。調べたら500円前後ぐらいで売られてました。で中身はこんなリップになってます。でそんなこれの成分見てみたんですが、ここですね。これがね、ちょっと言いますと、水天ポリソブテン、これ油性成分です。でジッカプリン酸ネオベンチレングリコール、これ無色透明のオイルですね。でテトライソステアリン酸ペンタエリシチル、これも油ですね。でリンゴ酸ジーソステアリル、これ液体ですね。あとシリコンとかも入ってるし、まあなんていうかオイルがいっぱい入ってるなみたいに思いました。まあ、使ってみていけたら使おうかな、そんな風に思ったこれ、ニベアのリッチケア&カラーリップです。そして次がこれいきましょうか。これが、ロゼットナチュラリオングレイクレンジング、180g 1000円の商品でした。これがですね、ミネラルたっぷりのホワイトクレー配合のクリームクレンジングとありました。クレーが角質をオフとありますね。でそんな成分がですね、ここなんですが、これがねちょっと言うと、パルミチン酸エチルヘキシル、これエモリエントですね。でトリエチルヘキサノインオイルです。でシクロペンタシロキサン撥水成分入ってます。これクレンジングやのにちょっと撥水成分入ってるのがちょっとなぁと思いました。必要ないのにって感じです。この後にスキンケアで化粧水とかクリームつけるのに撥水成分入ってたら弾いてしまうやんみたいに思いましたね。
なのでこれ使った後はちょっとちゃんと洗顔せんだら、そんな商品とこれ思います。そして最後がこれですね。これが、なんだ、高清水のサキアノスキル化粧水&乳液というやつで、こっちが化粧水、こっちが乳液で、こっちの化粧水が 180ml 1350円で、こっちの乳液が 150ml 1350円のやつでした。で、これがね、日本酒配合の化粧水と乳液ということで、こっち原品がねセットでこれ2個も来たみたいに思ったら、なんかこれデザインが変わるらしくて、これちょっと入ってたんですが、これですね、なんかこれがこれになるそうで、要はこれ旧商品となるんで、あ、ほんで今回ブルームで配られた、そんな風に思いました。そんなこれ、酒屋のスキンケアですね、あの有心酒造さんが化粧品業界に参入して本当に大躍進されてますからね、いろんな酒造メーカーさんも業界に参入されてます。そんなこの酒造メーカーのスキンケアなので、まあ米発酵エキスと入ってます。で、他の成分もちょっと見てみたんですが、化粧水からいきましょう。ここですね、化粧水ここです。これがね、まあ、水、グリセリン、このジヒドロキシプロピルアルギニン HCL、 これはあの保湿です。ほんで植物エキス、植物エキス、アミノ酸で、粘土調整剤、防腐剤、有効成分、保湿成分みたいな、まあ普通かなみたいな、そんなこれ化粧水の成分ですね。で、乳液の方も、ちょっと言いますと、乳液がここですね。これがですね、水スクワランでポリソルベート60、これがあの乳化剤ですね。で、次のステアリン酸、ソルビタン、これも乳化剤です。で、 BG ときて、植物エキス、植物エキス、撥水成分、トリエチルヘキサヌイン、これあのオイルです。で、カルボマ、これポリマーですね。で、防腐剤で、粘土調整剤で、これ乳化剤かな。で、有効成分、防腐剤、ビタミン E、 エコメヌカ油、こんな感じですね。なんていうか、特にこれといった特別な成分も入っていないなみたいな、まあそんな風に思いました。まあ普通にご家族で使えるみたいな、そんなアイテムかなと思いました。というわけで、今月はちょっと自分では買わないけど、こうやってブルームに入ってきたら使ってみようかと思わせてくれる、そんな内容でした。また詳しい詳細につきましては、どうぞアット美人ブログ覗きに来てやってください。今日は2018年9月のブルームボックスの中身のご紹介でした。